どうしてこうなった？作画崩壊。やっていきましょうか。前回かの続きですね。まあよかったね。前回もめちゃくちゃ面白いから、ここも全部面白いから、よかったら見ててください。概要欄にね、URL 載せておきます。じゃあ、今日は続きから11番から、新婚さんいらっしゃい。イチャイチャ。うわ、これ、このゲームマジで面白いのよ。クエスチョン1。ほてったついでに膨らんじゃったの？夫の何倍もありそうだよね。愛があれば夫婦間の格差も乗り越えられる？なんだろう。着きましたよ、ゆうこさん。うん、眠たい。なら寝てください。食器洗ってない。やっておきます。洗濯もいいから、今日は寝てください。おやすみ。どれだ？ちょっともう一回見ていい？ほてったついでに膨らんじゃったの？夫何倍もありそうだよね。どれだろう？ほてったついでに、これ？え？ごめん、分かってない。あ、顔でかい。顔面の面積も含めて愛してるよ。あー、そういうことか。優しい旦那さんに見えて実は隠れサディスト。奥さんを鍛えるつもりなのかな。眠気よりもこっちの方が大変そう。ほんとだわ。これクエスチョン1の問題のさ、この一番最後のコマ、お母さん、お母さんってか彼女さん顔でかすぎじゃん。うわー、何も思わなかった。こんな違和感気づかない。これでしょ。これ絶対これだよ。つきましたよ。もっと頑張るんだ。これさ、なんでこうなっちゃってんの？右腕どうなってんのこれ。これだいぶ鬼畜だよね、これ。何もついてないけど、普段どうやって使ってるの？まさか夫婦揃って変な電波を受信してるんじゃないよね。何もついてないけど、普段どうやって使ってるの？何もついてない。え、何？どれだどれだ？あー、これか！コンセントっていうか、コード？なんか線とか何もついてない。これかな？本当だ。やべえ、なんか突っ込まれないと何も思わねえわ。私もなんかおかしいのかな、感覚。宇宙から受信していました。受信料は払っていません。あ、うまい。そうそう、右下のこんな感じだよね、テレビって。宇宙から受信してたのか。まあ顔もでかいし、宇宙人なのかな。置き場所には困らないけど、作業するときに困りそう。一度で使い切っちゃうから2つ用意してあるのかな。置き場所には困らないけど、作業するときに困りそう。一度で使い切っちゃうから2つ用意している。どれ？やべえ、全然わかんねえんだけど。これかな？いや、関係ないか。関係ないけどやっとこう。当たってる！なになにこれ？やっておきます。あー！ここから妻の訓練は始まる。なにこれ？これは何なの？洗剤かなんかなの？ちっちゃすぎるってこと？ふふ。ワイワイ夏合宿。ああ、合宿。合宿じゃない、合宿ね。これは磁石か接着剤でくっついているの？それともこの二人の、この人の関節が特殊？どうやって持ってるのかな？あんなこと言ってよかったんですか？もし退部するなんて言い出したら、その時は、その時です。ずこ。ほんと、あいつムカつく。まあまあ、これ何？ずこってこれ何？ストローか。ストローでジュース飲んでんだ。全然気づかなかったわ。磁石か接着剤でくっついてるの？この人の関節どれだ？これ何？これ何？グローブしてんのこれ？これかな？これなんだ？作詞ではありません。これさ、これどうなってんのマジで。手がわからなすぎんだけど、気持ち悪。じゃあ次。困ったことに数が合ってない。先着順にダッシュして、余った人が罰ゲームしているんじゃないよね。君こそ怒ってもいいんだよ。困ったことに数が合ってない。困ったことに数が合ってない。どれだ？ちょっと待って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 。あ、椅子の数ってこと？これかな？椅子の数かな？違うの？あー、やった、来た。女の子を刺せばよかったのか。ここは空気椅子です。まあちょっとここは書きにくいよね。でも大丈夫じゃない？これギリギリなんか書けなかったんでしょ、椅子が。でも実際どうやって書けばいいんだろう、こっからね。難しいよね。まあギリギリこれは大丈夫、許せるかな。
他のことを気にするあまりこっちは気づかなかったのかな。ねえ、それって美味しい？もしかして新しい呼吸法？まあこれでしょ。おかしいもんこれ、なんかズズズってさ、ならなくない？もう残り少ない時じゃんそれ。空気の味がしました。あー、ちゃんと刺さってるわ、ちゃんとジュースに入ってるわ、違和感ないこっちの方が。一見平和な情景もよく見ると怖い。これって超常現象が起こってるよね、それともモーター内蔵？超常現象が起こってる、どれだろう。あー、このさ、スイカかな。だこれ何、これはどういう、これスイカで合ってる？なんでここに冷やしてたのかな、スイカ。これかな、やった。スイカだって逆流できるんだ。あ、そういうこと。ほんとだ。うわ、なんかこれもちょっと言われないとあんまり気づかないかもしんないな。え、ちょっと難しい。ファイル13、理想の恋人。若いって素晴らしい。若さがあれば障害でも何でも取り除ける。そんなはずないよね。絶対年上の彼氏作るんだから。買い物に行ったり、ドライブに行ったり。はい、先輩。あ、べちゃ、ぎゅ、先輩。なになに、わかんない。てか先輩の手でかすぎね。これ骨折れるよ、力込めれば。若いって素晴らしい。若さがあれば障害でも何でも取り除ける。若いって素晴らしい。若さがあれば、どんな障害でも取り除ける、どういうこと？てかこのシートベルトもおかしいよね。どれだろう、どんな障害、これかな。あー、よかった、合ってた。障害なんて引っこ抜け。あ、そういうことね。なんか確かにおかしなことになってんのか。わ、解説がわかりやすいね。これって潰されてこんなになっちゃった？怪力の持ち主はやっぱり怪力同士で付き合いたいのかな。潰されてこんなになっちゃった？潰されてこんなになっちゃった。どれだ？これかな？これおかしいけどね。あ、やった、合ってた。先輩、痛いです。この子の手もちっちゃい、ちっちゃすぎるっつうのもあんだけどさ。ひとひねりでしょこんなの。全部の指折ろうとしてるもんな。もしかして既製品をオリジナルでカスタムしちゃった？安全性は大丈夫なの？既製品をオリジナルでカスタム、あ、これかな。やっぱりシートベルトおかしいもんね。逆だもんね。天井からの方が安全かもね。天井からついてんだもんな。すごいねこの車、こんな車乗ったことないよ。理想の恋人はやっぱり二重関節じゃないとね。そんな憧れを抱いているわけではないと信じたい。理想の恋人はやっぱり二重関節。まあ彼氏さんの関節がおかしいってことなのかな。どれだろう、これかな。あ、やった、合ってた。理想の彼氏は足が3本じゃないとね。これどうなってんの、全然見方がわかんねえわ。なんかさ、でかいんだよな、左足が。乗ってるってことなのかな。全然わからん。悪い予感。ここはアミューズメントパーク？重力を無視した設計で、どんなところにも行けそう。楽しそう。ガトンガトン。遅いわね。あら？はいはい。もしもし？すまん。携帯忘れた。なんか直線なの受けんな、この電話のコードがね、公衆電話の。なんか公衆電話ってさ、こんな感じじゃないよね。重力を無視した設計？重力を無視、これかな？なんかここに線路あるのおかしいよね。どういうことこれ。何？空から飛んできた？ジェットコースター？銀河から参りましたね。完全にこれだった。私もこれ思ってた。でもタイトルが出てこなくてさ、アニメの。なんだっけ、メーテルだっけ、ごめんなさい。この女性のお名前が、メーテル、メーゼル、ラインテル、なんだっけ名前。見たことがない物体だけど、こんなのどこで売ってるの？品種改良されまくったみたいで怖い。どこで売ってるの？これかな？これ何切ってんだ？玉ねぎかな？これのことだろうね。なんだろうあれ。キャベツなの？こんな風にはならんだろ、切っても。完全になんかさ、なんだろう、人参でもないけど、じゃがいもみたいな感じで輪切りになってるよね。
あんな謎の野菜を食べてるから体に異変をきたしたんじゃ。急に増えちゃってるけど大丈夫なの？何が増えてんだ？どれだろう、これかな。あーよかった、指の本数か6本。もしもし、多くて何が悪い。あー確かに、ほんとだ、これ指か。このスマホから伸びてるの、アンテナってあんまり古すぎるような。ここにアンテナついてたらスマホじゃないってことになるしな。指は増えてたけどこっちは減ってる。あえての仕様じゃないよね。かけられない相手もたくさんいそう。まあこれだろうね。あれ違うの何をやってるんだ、すいません。指はこっちは減ってる。このこの人の指もおかしい。あれ分かってないぞ、分かってないぞ、やばいぞ。あーこれか、これか。うわーそっか、全然違う。ゼロが打てないんじゃん。ほんとだ、何も気づかなかった。ほんとだ、ゼロとシャープとなんだっけ、あーなんだっけ、あーもう一つなんだっけ、うわ出てこない、くそーと忘れ。もう一つのマークあるよね。最近ね、公衆電話のゲームやったんですよ。なのでね、ちょっと詳しくなった公衆電話じゃじゃじゃジャーニー。ほのぼの楽しい動物漫画。トレーニングするとこんなこともできちゃうんだね。伸縮性抜群で何かと役に立ちそう。わなんかロボットっぽいね、この一コマ目のウサギさん。ウサギのジャーニーは強くなるためにゴリラのコーチに弟子入りしました。よろしくお願いします。ぴょこぴょこぴょこ、これ何してんだ、鉄棒か。ゴータンタンタン、ムフー、よくわからんな。なんだこれ、擬音語ばっかでわからん。トレーニングとこんなこともできちゃうんだね。伸縮性抜群。このさ、ペコリってやり方もなんかウケるよな。どれだ、伸縮性抜群。これかな、違うか。どれだ、これかな。あー、やった、戻す時間が必要だぴょん。腕長くなっちゃってんのか。トレーニングの成果でこんなことまで。ってこっちは鍛える前だった。まるでホラーだけど、無事なの？運動じゃなく体の心配をすべきだよ。鍛える前、これかな。あーよかった、このお辞儀変だったもんね、ちょっと。まああれだよね、絵苦手な人がお辞儀を書けばこんな感じになると思うけどね、前後ろ。ジャーニーはこんなことまでできちゃうぴょん。ジャーニーすご。ほのぼのムードに見せかけて実はホラー漫画だった。矛盾しているのは勝手に動き出しているからかも。まさか何かの呪い。なんか煽りがすげえんだよ、この問題文の。矛盾しているのは勝手に動き出してるからかも。矛盾している、あこれか、鏡か、鏡の向きか。あーてかお前ジャーニーじゃん。気づくの遅う。お前ジャーニーじゃん、ジャーニーカラーバージョンじゃん。怖がらないでぴょん。子ウサギの時に人間に殺された弟ぴょん。怖っ、人間に殺されたの弟、ジャーニーの弟。怖っ。そういえば最初から様子がおかしかった。形状が合ってないしまるで機能してない。もしかしてつけてたのは呪いのグッズだったんじゃ。どれだ、形状が合ってないしまるで機能してない。つけてたのは呪いのグッズだった、これかな。あーやった、合ってた。これ何、呪いなんかじゃないぴょん。あーこれが正解だよね。確かにヘッドホンみたいなのつけてるけどそこにつけてても意味ないもんね。お、まさかのゴリラには何も問題なかったっていうね。ウサギウサギのジャーニーだけおかしかった。ファイル16、君しかいらない。このサイズじゃ全く役目を果たせそうにない。どっちみち風邪はひいちゃうんじゃない。待てよヒロミ、待てったらガシ、風邪ひいちゃうよ。ずはー、だってば先輩先輩のこの目怖ね、え、なんか虫みたいな目やめて。このサイズじゃ全く役に立ちそうに、どっちみち風邪はひいちゃう。この傘かわいい、ミニチュアの傘使ってる、かわいすぎる。風邪ひいちゃうよ、実は隠れハゲ。あ、そうだったの。なんだよこの傘、役目果たしてなさすぎでしょ。サイズといえばこっちもかなり変。こんなんじゃ追いつきたくても怖くてできないよ。どれだろうな、この目のこと。
あー違うか、まあ、この目おかしすぎんだよな、あまりにも。まあ、これかな。あーよかった、飛行士だ。ずしずしずし駆逐してやる。確かに、い、待ってなんかさ、この吹き出しで、吹き出しが邪魔でよく見えてなかったけどさ、家2階分ぐらいサイズあるよね。完全に進撃の巨人じゃん。感動的なシーンのはずがホラーに一転、ありえない位置に一つ増えてるのはまさか心霊現象。ありえない位置に一つ増えてる、どれだ、橋、あ、このさ 1,2,3,4 5コマ目の傘の大きさは正常じゃない。ありえない位置に一つ増えてる。感動的なシーンっていうのは多分ここら辺のことなんだけど、一つ増えてる。手は問題ないよね。いや、問題あんのか。当たってた。縛りつけてやろう、俺という名はで。確かに左腕が、あ、本当だ、めっちゃ怖い。待って、気づいちゃった。右手で、このひろみさんの頭を押さえつけてるのに、肩にも手ついてる。怖い。怖すぎ。こっちも別の意味でホラーだよね。誰もが恐怖する、あの生き物に見えるのは私だけじゃないはず。そうだよね、これさ、なんかさ、なんだろう、ダンゴムシかな、なんかこれ気持ち悪いよね、これ。なんか生き物なんだよね。わー、やだ。無理無理無理。彼女のペット、あー、G か。わー、なんかダンゴムシと思ったけど、とにかく気持ち悪いんだよ、この目が。本当に虫にしか見えない。ラストチャンス。もしかしてこれは勝利するための秘策？確かに威力はありそうだけど、ルール違反なんじゃない？相手はあの、両男ですよ。栗浜も半分諦めてますよ。それはどうかな？あの7番は諦めてないみたいだぞ。よし、行くぞ、でかくない？って、ね、ボールでかすぎない？こんなでかいの？え、これ、でかくない？ボール。これだよね、多分。ボールクソデカじゃん。さらに元気を分けてくれ、みんな頼む。こんなデカくはねえけど、何、どんどんデカくなっていくってこと？もうルール違反かな？うん、ギリギリルール違反かもしれんな。諦めない人がいる一方で、すっかり諦めた様子の人も、まさかの行為に踏み切ったのはやけくそになっちゃったせいかな？まあ、この7番だけだよね、諦めてねえのは。どれだろうな。この手どうなってんの？まさかの行為に踏み切った、まあ、こいつだろうね。だってさ、縄の向こう側にいなきゃいけないじゃん。縄っていうか、あれなんていうの、ごめん、全然わかんないけど、わかんないんだけどさ。すっごい、これさ、おかしいもんね。あの、何？この下の図で言うとさ、びっくりマークつけてる左側に。この人の味方なんでしょ、このブロックしてる人。敵陣地に入ってブロックしちゃってんもんな。たとえ負けたとしても試合に出られるだけ幸せなのかもしれない。この状態ならしばらくの間プレイはできないよね。試合に出られる、この状態ならしばらくの間プレイはできない。これもさ、超能力使ってるよね。これかな？あ、違うんだ。もう一回やらせてください。この状態しばらくの間プレイはできない。どれだろうな。てかさ、このさ、なんで一コマ目この絵なの？飛び箱世界大会だと思うじゃん。あ、間違った。間違えました。これかな？この手おかしいもんね。あー、よかった。栗原も半分諦めてますよ。強がり。折れすぎ。ここまでコッパみじんにはなってねえだろう。ただこの指は確かにちょっと短い。てか指な、短すぎない？標準的な規格に合ってないみたいだけど、足したい場合はどうするの？これが上限なら簡単すぎない？どれだ？標準的な規格に合ってないみたいで、足した場合はどうなるの？これかな？この飛び箱意味わかんなすぎるよ。足したければ足せばいい。このさ、飛び箱関係なくない？なんも。バレーと。もし関係あるんだったらすまん。関係あるんだったら申し訳ない。ファイル18、ニャレンジャー。なんか可愛い予感がする。強力な敵に立ち向かうファイターたち。あれ？でも敵が強そうというよりも君たちが弱そうに見えるんだけども。煽り体勢。ジャイニャントナイトだと来るぞ。ゴーみんにゃん。じゃ、チョキ行かせにゃい。可愛らしいね、この漫画。強力的に立ち向かうファイターたち。君たちが弱そうに見えるんだけど、
どれだろう、これかな、なんかちっちゃすぎて。あ、違うか。ニャレンジャーどれだ、これかな。これ多分さ、弱いよね。まあ、こっからなんかこいつらもさ、ロボットとかに乗り込んで戦うとかだったら勝てるかもな。ニャーニャー、過去攻撃中、可愛らしいね、おじいちゃん。なんか、いや、でもこれちょっとありそうだけどね、この場面。こっからなんか進化して強くなるみたいな。プリキュアとかもさ、ちっちゃい小柄な女の子とザケルナーって超でっけえやつと戦うじゃん。今ザケルナーじゃないか。今ザケルナーじゃないのかな？私はもう二人はプリキュアしか見たことないからな。力を合わせなきゃいけないのに、一人だけサボってる？頑張ってるふりなんてずるいよ。一人だけサボってる。サボってるやつはどれだ？これかな？いや、サボってはないよな、これ別に。みんなだって。みんなさ、こんな頑張ってんのに、こいつだけ今更走ってなんか、サボってたのかな、今まで。あ、サボってた、ごめん、みたいな。違う。違うんだ。あ、これか？こいつか？こいつだけ頑張ってないんじゃない？やっぱり。サボーニャー、もう全限界ニャー、頑張れサボーニャー。サボーニャー全然頑張ってないけど演技うま。2種類くっついてるのが楽しい構造。いやいや、これがついてるのは余計だよね。2種類くっついてる、どれだ、2種類くっついてる、猫耳と普通の耳くっついてるってことかな。やっぱり耳二つもいらないってことね。プロ女優の裏側。みんな、こんな仕事持ってこないで。プロ女優ならなんかずらかぶってさ、耳隠せ、耳、本当の耳。特別な敵は体の仕組みも特別なわけないよね。力を入れるあまり、サイズや向きがこんなになっちゃった。特別な敵。まあ、この女性、待って、親指。このさ、最後のコマの女の子の左手。親指どうなってんだよ、これ。これ簡単だったね。イカセニャイ。親指クルリンパー。この解説文どっかで見たことあるぞ。クルリンパー。また出たな、クルリンパー。あー、ファイル19。ゴンゴル14。なんだ？あ、ゴルゴ13みたいな感じか。ハラハラドキドキの緊迫した状況。必死なのはわかるけど、いくらなんでも近すぎない？やめろ、ジーク。戦うな。逃げろ。あー、言ってるぞ、ジーク。どうする？仲間を見捨てて逃げるか？逃げるなら、初めから来ないつもりまで待って待って、一番最後のコマ、これどうなってんだよ。なんだこの最後のコマ。これ何これ。いや、これもおかしいけどな。なんだ、全部おかしいぞ。これか。これどういうこと。ガリバー旅行記である、これ。これはもう、これもう即死じゃん。顔以外も狙ってやれよ。なんで顔だけなんだ。妙に大きいのは殴られたせいで腫れ上がっちゃったのかな。骨格ごと腫れるっちゃうなんて、よほどひどい、よほどひどい仕打ちを受けたはず。妙に大きいのは殴られたせいで腫れ上がったから。これかな。顎。なんでこの顎長えの。あ、違うの。あ、間違っちゃった。妙に大きい顔かなこれ。あ、やっぱり。あ、構図がちょっとおかしいのかな。戦うな、逃げろ。何か。顔何頭身これ。1、2、3、4頭身。この人は銃を持っていなくても戦えそうな気がする。この鋭さはもはや狂気だよね。どの人だ。ああ、この顎か。今度こそこの顎では戦えないだろう。この顎持ってても無理無理。しゃくれショット強っ。しゃくれショットこれ銃より速いんだったら勝てるかもな。万が一このピンチを切り抜けたとしても、到底逃げられそうにない。どこまでも続いているのは逃げる気力を失わせるため。到底逃げられそうなのにどこまで続いている。あ、これ1コマ目。まあ、確かにこれさ、珍しく全コマおかしい漫画だな。やめろ、チーク。助けて。正の字書いてる。無限地獄。これもう何億キロも続いてんだろうな。あ、メガルタ。じゃあ今日はね、ここまでにしておきましょうか。ここまでにしておく。ここクリアしたら終わりましょうか。まるでここのステージやらないような言い方しちゃった。突然の変顔、気合を入れるあまり、変なところが力んじゃってこんなありさまに。これは、メガルタという魔力を貯める水晶玉じゃ。その中に、低級魔法、100回分の魔力を貯めることができる。100回？
お前たちが殺された、殺されかけたやつはこれを3つ持っておる。はあ、中級魔法を連発しとったのはそのためじゃ。あれをなんとかせん限り勝ち目はない。これをあと2つ。待て待て待て、それやるとは言っとらんぞいやいやいや、ツッコミどころしかない。一番最後の駒いっちゃってんのよ、目が目がいかれてんのよそれをやるとは言っとらんこれ最初に見せてもらったこの水晶玉をやるとは言っとらんってことね。これ突然の変顔え、この目どうあがいてもできねえだろう獲物発見。なんでこんな目にしちゃったの、最初良かったのに。それって戦いの後遺症、魔法の力では治せないみたいだし、リベンジの前に治療が必要なんじゃない。後遺症はどれでしょうかね。全部おかしいんだけどね。うん、おかしいところありすぎなんだけどね。この手かな、やっぱり。どうやって持ってんのそれ勇者の後遺症、無理だろそれ、完全に折れてるよね手首。こちらも戦いの後遺症、それとももともと特別な可動域を持っているのかな。さあどれでしょう、これかな。こいつもおかしいもんね、手正面向いてるのに手どうなってんの魔王の柔軟さの秘密、これこいつは肘のところを脱臼してんだろうな。冒険に危険はつきものだけど、これは別の意味で危険、他の場所よりもこっちを隠すべきだと思うよ。これは別の意味で危険、こっちを隠すべきだと思うよ。どれだろうな、ちょっと分かっちゃった。ね、1,2,3 コマ目のさ、この女の子いるじゃん、この女の子のさ下半身さ、これちょっとやばいんじゃない、まとってるものが何もないよね。履いてますよ、そう、安心してください、履いてますよでもそれちょっと危ないと思うね、いろいろ。あー、スラングダンク2、わー、この前の続きだね。じゃあ今日はちょっとおかしかった、いろいろおかしかったけど、今の漫画もちょっとおかしかったけど、いや今日はね20番まで頑張ってクリアしました、楽しかったですじゃあここまでにしておきましょうか。いや、なんか全部楽しいわ。なんだろう、作画崩壊っていろいろ種類あるんだね、なんか飽きないね全然このゲーム。いや楽しかったです。じゃあ終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。さよなら、グッバイ。